社会に必要な存在っていうところはとても誇りに思っております。これうちの機械で作ったのかなとかちょっとなんか考えてみたりしてすごい嬉しくなります。実際のものとなった時、それが組み立った時にとてもやりがいを感じます。これは自分が心から好きだと思える仕事に出会えた人たちのストーリー。今回は製造業を職業に選んだ人たちへ突撃、福島の輝く仕事。産業用乾燥機の設計をしておりまして、細かい部品から機械全体の設計もしております。大学で学んでいたとはいえ、やはりその会社に入るとわからないことだらけでとても苦労しました。やはり今その SDGs だったりとか、地球環境だったりそういうところにも貢献できているというところはとても、誇りに思っております。こちらの未経験で大丈夫って言われたのと、あと私矢吹に住んでるので矢吹で働きたいなと思ったのでこちらに入社しました。すごいあったかくて皆さんいい方で、なんか入ってよかったなって思うような会社で、すごい今は一員として一緒にやってて楽しい会社です。本当名前を聞いたことがあるような食品会社さんとか企業に納めてるっていうのがなんかちょっと実感が湧かないけど、でも実際にやってるので嬉しいですよね。なかなか当社は創業100年を超える乾燥熱処理技術の会社でございます。やはり世界で一つしかないものを一から設計して製造して納めると、そういうところに魅力を感じている人がですね、今社員として勤務していると。当社はですね、受注生産の会社ですので、自分でですね、どん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 新しいことにチャレンジする人、自信を持って仕事できる人、そういう人が欲しい。大和産工は皆さん誇りを持って生き生きと働いているアットホームな楽しい会社です。製造業はこれからも社会を担っていく存在だと思いますので、よろしければ私たちと一緒に働いてみませんか。職人魂が成し遂げる機械作り、大和産工製作所は100年の歴史で培った技術と知識で業界を支えます。